岩山のブナの純林、100ヘクタールに及ぶ林があって、日本海側と太平洋側の要素を持つだそうです。で、日本のブナの南限、まあ、ここが南最後なんですね。へえ、日本海側と太平洋側でブナの違うんですね、ちょっと。それを初めて知った。南限なんですよ、このブナは。ブナの木っていうのは東日本側と言えばいいのかと、ね、上の方だと割と普通にあるんですけど、あんまりあったかいところには行けないんですね。じゃあ南限っていうことになると、この辺が逆のやつもありますね。本当は古事記で、日本書紀とか、ね、知ってる方だと、青の岩戸開きの話は知ってると思うんですけど、その時に鈴芽様が手に持ってるものが緒方の木の実のなりようなところなんですね。で、あの緒方の木は今はもうちょっと耐えられるんだと思うんですけど、マイナスの地域がダメなんで、基本としては。そういう、北限南限とかですね。で、緒方の木がダメなところは、榊ですね。よく神社でよく使われる榊なんですけど、榊のダメなところは檜榊。榊がダメなところで、椿の場合もあるし、なんかいろいろなんですよ、その辺が。北限の北の方ね。私の住んでる地域は一応榊行けたんですけど、檜榊が逆に私の内部がダメなのか、あんまりよく育たないですね、檜榊が。榊はいいんですけど。600m ですね。よいしょ。あまり登ってないですからね、300m は。ちょうど多分5両で12時間に。やっぱり5両11時半かな、10時ぐらいに着いたんですよ。だから1時間半ですね。微妙か、上神社から登って2時間ちょっととか言ってたから、どっちもどっちかな。難しいだからな。どっちがいいのかね。神社から登るの結構大変ですよ。時間はそうではないけど、勾配が結構あるんで、ここはもうほぼ頂上のところをなだらかに行ってるだけだから、同じ軸そんなに変わんなくても、こっちの方が疲れは少ないのかな。ただ行く道が、駐車場までの道が細い。とにかく細い。晴れてきた。すごいかかすってますけどね。晴れてきましたね。よいしょ。
体登山とか山道の時間帯は普通の歩行速度の倍か3倍と考えた方がいいと思うんですけど、だから2キロって言われると大体1時間かなっていう計算なんですね。ただ休憩しないといけないから1時間半っていう計算なんですけど、よいしょよいしょ、出ましたね。いやー体が回ってるかないな。いや、真夏出なくてよかったな。真夏は大変だな。よいしょ。この歩道いいっすね。すごい。これ見てると余裕じゃねえとか思ってたんですけど、全然余裕じゃないですか、どうですか。結構大変ですよ、では。それはそれで。ところどころやっぱり滑るし、足首痛めないためにはやっぱ登山靴、ちゃんとしたね靴をした方がいいですね。あれ上してもひねる人はひねりますから。登山靴はできればゴアテックスがいいです。あ、ぬかるんでも靴下がびしょびしょにならないんで。帰りかけはちょっと動画撮らないんで、途中の地引き岩ですかね、そこだけ行こうかと思いますけど、よいしょ。この階段を作ったんだろうけど、だいぶ崩れちゃって、よいしょ。自然の風化っていうのはすごいですよね。家があっても本当にものすごいと思うんですけど、家っていうのは住まないと本当で10年20年でダメになりますからね。不思議なもんですよね。やっぱり家は生きてるんだなと思いますよ。だからそれを思った。住んでる家はまあ修繕をしなきゃいけないですけど、まあ、200年300年ねっていう家もありますからね。200年300年住めたらすごいっすね。いいっすね。今の最近の候補で家は多分100年持つかどうかですね。本当に手抜き工事が言われてた時は30年持つかどうかなんか言ってましたからね。木造ってやっぱすごいですね。木造で茅葺き屋根とか、まあ、茅屋根はね吹き替えなきゃダメですけど、でもものすごい助かるね。頑丈っすよ。そうそう、10分ですね。